はい、こんにちは、にゃでーす。ってことで、あと16時間ぐらいでね、電撃文庫コラボのガチャが終わるんですけど、それと入れ替わりでやってくるのが、こちら、厳選スーパーゴッドフェスでございます。はい。で、これがね、入れ替わりでやってまいりますので、どっち引くべきか解説をやりながらですね、いろいろ強化とかも入ってるんで、見ていこうと思います。で、まずですね、スーパーゴッドフェスなんですけど、これ無料でガチャがもらえます。はい、先にラインナップとかね、強化情報を見る前に確認しますとですね、はい、まず開催記念でガチャが1個もらえます。嬉しいですね。はい。そしてですね、さらに、フェス限ヒロインと留学士のスペシャルダンジョンが登場ってことで、こちら、ナイトメアストリート、こちらクリアすると開催記念でガチャがもらえます。さらに、はい、こちら、エレイン降臨で星6確定ガチャももらえますよという感じになっております。はい。なんで、無料ガチャ3連ですか？まだでした。さらにやめました。留学士のパズドラアリーナ、さらにもう1連もらえます。で、ライブステージ、こちらでもう1連星6ガチャがもらえますってことで、全部で1、2、3、4、5、5回ガチャ引けるんですね。これすごいね。5回分無料ガチャがもらえます。星6確定ガチャ含む5連分がもらえます。みんななかなかたくさんガチャがもらえますねって感じになっております。はい。まあ、この無料ガチャを含めてですね、まあ、電撃文庫と、この新しいスーパーゴッドフェスどっちね、引くべきかどうかについて話しながら、強化見ていこうと思います。で、先にラインナップ確認しないといけないんで、ラインナップ確認しましょう。で、今回ですね、ゴッドフェス2回に分かれてます。前半後半に分かれています。まあ、9月29日からの5日間ですね。はい、水曜日までと4日から9日までの前半後半に分かれております。はい。で、はい、ラインナップこんな感じですね。厳選スーパーゴッドフェス前半。こちらが、まあ、新フェス限が出て、で、あと何出るのかな？問題はあれですよね。あれ、ヒロインのキャラ出るっていう話は？いないね。あ、パティがいるわ。うわ、パティいるんだ。なるほどね。パティがいますということです。あ、パティいるんだ。なるほどね。パティいるんだね。なるほどです。はい。まあ、前半にパティがいますよと。それは、なんかすごいですね。前半パティいるんだ。はい。で、後半は後半です。こちら後半がカノ&クロネ、ルカ&ミツキ。そして、まあまあそんな感じか。はい。まあ後半よりは前半ですね。熱いのは。どう見ても後半だね。はい。引くなら、まあ、とりあえず前半より、あ、後半より前半ですね。はい。パティいるんで。パティ難民引くべきかどうかですね。はい。なんで今回争点になってくるのは、パティ難民がスーパーゴッドフェスを引くか、電撃文庫コラボを引くかってところですかね。まあ、一応無料ガチャ5連あるんで、そこで出るかにも寄ってきますよね。はい。って感じになってます。で、新キャラの情報もね、あるんですけど、先にね、これ、ゴッドフェスの強化された、この辺のラインナップされてる強化、キャラがね、強化されてるんで、それも確認しますね。で、最後に、どっち行くべきか喋りますね。はい。まずですね、能力調整来ております。こちら、グランディスですね。はい。グランディスは、はい、強化入って、覚醒と捨てが変わってますね。バインド、圧縮されてないバインドに、スキブ4つ封印に、無効貫通指 7C2 つ、HP 1万だよね。で、コイルが3000と。変身前だね、これね。変身後、こちらです。覚醒が、あ、冬ね。で、無効貫通4つ、7C2 つ、指2秒に封印にバインド。2ターンのスキルで1コンボ加算とエンハンス3倍。ロック解除して、再下段を火に変化でございます。なるほどね。はい、まあ、強いけど。で、リーダースキルが HP と効力が5倍の指2秒延長、5コンボで7倍、固定500万ダメージ。まあ、強いけど、今使いたいかって言ったら別にって感じするよね。はい、まあ別にだって、火6個作るだけだったらシャナができますからね。うん、まあ、ちょっと、って感じですかね。はい。グランディス、もう一個の形態ですね。こちら、聴覚生に、あ、聴覚生変わってないや。聴覚生は変わらず、まあ、キラーとか 7C とか持ってます。で、覚醒が、バインド、スキブロックを指、チーム HP に、浮遊に無効貫通4つ。4ターンのスキルで、光と闇ドロップを火に変化。で、火ドロップをロックして、10ターンの間、火ドロップがロック状態で落ちてきますと。で、火2コンボで激減14倍、火6個繋げて消すと2倍、300万ダメージか。ですね。はい。まあ、シャナ4体ループとかだったら使えそうですねって話はしました。まあ、実用的かっていうとそんなことはないですね。はい。ってことで武器です。武器がね、強くなってるんですよね、こちら。はい。まず、チーム HP 3つ、列3つ、22ターンのスキルで、ドロップを火と回復に変化させて、全ドロップを強化。で、ロック状態で火が落ちてきますよと。はい。まあ、列圧縮されたんですね。いいんじゃないでしょうか。はい。たまに使いますからね。チーム HP 持ちで、ヒロック目覚め武器でございます。たまに使います。はい。で、続いては、グランディス、水属性ですね。聴覚性は 10C 無効貫通プラスになってますね。で、スキブ6個に 10C 3つにチーム HP に列6個。で、敵の属性火に変化させて、激減と3コモカさん持ってます。はい。敵の属性火に変化。うん、なるほどね。はい。で、まあ、HP4.5 倍とか持ってますけど、火の2コンボリーダーですけど、まあ、これは、
興味ある人少なそうだから飛ばしておきます。はい、続いてグランディスのブローチでございます。チーム HP2 つ、泥鏡4つ、列3つになりましたと。で、敵の属性変化ですね。はい、まあそんなに大したことない。はい、グランディス貴族生クリスマスバージョン、こちらが超覚醒がバインド10シーン無効貫通2つ、スキブ6個、10シーン3つ、チーム HP2 列6個、12ターンのスキルで属性変化させて激減。はい、でスキルはまあ貴族生のスキルですけど、リーダースキルですけど、まあ興味なさそう、みんな。あ、筆記の2コンボなんてね。はい、まあ移動で無理でしょう。はい、続いて武器です。武器同じくチーム HP2 つ、泥強4つに列3つ、まあそんな強くないよね。はい、さあ続いてアウラです。アウラですか。はい、こちら、まあ、ちょっと変身前に L 字がつきました。スキブ2個、22ターン変身3遅延と。はい。で、変身後、こちらです。覚醒が変わってますね。リーダースキルも変わってます。バインド封印指に10シーン4つに十字2つ、L 字2つですね。あ、偉い。十字と L 字2つですか。で、4ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効を全回復なんですよね。はい。で、1ターンの間、ルーレットも作りますってことで、4ターンで消せない場合の覚醒無効をするキャラですね。はい。たまにサブで使ってましたね。はい。強いんじゃないでしょうか。まあ、ただ、消せない場合の覚醒無効回復枠ね、結構飽和してるので、だいぶ激戦区ですね。リーダースキル一応確認しておきますね。ほぼ使ったことはないですが、火闇回復の5個消しで2倍。1個につき2倍。1コンボ加算固定値ダメージ。火闇の全腹が 4.4 倍です。だいぶ強いですね。はい、って感じになっております。はい、続いて、アウラのイクリプティクセクター。はい、でございます。こちらが、神タイプ追加に指が4秒に十字、7ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効を全回復、指が2倍、ランダムでルーレットを1個生成でございます。うん、指4秒になったんだね、アウラの武器は。はい、偉いですね。はい、次です。懐中時計アウラ、こちらがスキブにチーム回復3つに LG、 5ターンのスキルで6ターン軽減ループ。あ、軽減ループだ。アウラスキブに6ターン軽減ループなんで軽減ループですね。はい、となっております。まあ、アウラは持ってたら嬉しいねってキャラクターになってますね。はい、続いて水属性です。まずユーリね。はい、ユーリは L 字プラスが超覚醒増えてます。で、まあ、覚醒は雲帯に毒完全耐性か。で、3ターンのスキルで左端に水作って水をロックして、10ターンの間、水のドロップがロック状態で落ちてきます。リーダースキルはどうでもいいですね。はい、で、究極進化ですか、こちらが。超覚醒は L 字プラスやっぱ増えてますね。はい。で、まあ、覚醒7チーム4つ LG。あんま回復が高くないね。あんま高くない火力。一旦のスキルで回復。水以外から回復を3個生成の回復ドロップ2ターンをロック状態で落ちてきますと。まあ今使いたいようなあれではないですね。やっぱりね。はい。ちょっと有利微妙かな。はい。さあ、で続いて武器でございます。バインドで、バインド回復2つに列5個です。うん。まあやっぱ微妙ですね。水ドロップがロック状態で落ちてきますということだけですね。はい、続いて、ビオーネです。こちら、ビオーネは、あ、ステータスが上がっただけですね。何も変わってない。樹脂密に暗闇完全耐性に無効貫通ですね。たまーにタブで使われてましたね、水パの。4ターンで血内覚醒無効できる、水パの覚醒無効回復枠でたまに使われています。今も使われてますね。結構ね、ビオーネとか、水パは無効貫通自力で組むパーティーも多いですから、あるとか、ナツルとかね。はい、まあ、そんな感じで使われてますよ、というキャラクター。で、コントラバス。こちらが、たこ焼き封印チーム回復3つ突き部。で、2ターン激減属性吸収無効と。まあ、そこまででもないですね、これもね。はい、まあ、あったら使うかもねって感じ。はい、ビオーネの CD です。これが、はい、水属性追加たこ焼き LG、指2秒にチーム HP2 つ。17ターンのスキルで5ターンの間ダメージ吸収。5ターンダメージ吸収3遅延のこのスキルは強いですね。スキル採用だけ結構あるよって感じ。ただ、覚醒採用はあんまないかな。まあ、チーム HP 持ってて、で、このスキルなんで、たまに見かけますね、こちらは。はい、持ってたら使えそうです。はい、続いて、ミオン。これが、変身後ですかね。バインド指、樹脂5個。え、樹脂5個になったの？あ、そうだよね。樹脂5個になってますね。あ、バインド指、樹脂5個に無効貫通にたこ焼き2つ。2ターンのスキルで6解除して、水大量生成ですね。で、水2コンボで激減40倍、固定700万ダメージ、水属性の HP が 1.1 倍です。はい、偉いです。はい、続いてミオンのバイオリンですね。こちら攻撃タイプ追加、スキブたこ焼き、神キラーに指に T 字ですね。15ターンのスキルで2ターンの間激減して回復力2倍の2ターン変質となっております。はい、今、スキブ2ターン激減、2ターン変質と。あれと一緒ですね。メビウスと一緒ですね。はい。まあ、たまに使いますけど、まあ、メビウスって代用きますねって感じかな。TG 結構偉い。神キラーも偉いけどね。はい。まあ、この武器かなり強いですね。いいと思います。
で、CD です。こちら、スキブ 7C、チーム HP、チーム回復。7ターン、2ターンの間7、6番目にして、2ターンダブル吸収ですね。この武器もよく見ますね。これよく使うよね。スキブ 7C、チーム HP と2ターンダブル吸収、2ターン7、6番目。これ結構強いんで。ちょこちょこ、スタメン入りしてます、これ。はい。これいいですね。当たったら嬉しい。これ後半だからね、ミオは、ラインナップ。はい、続いてエレインです。エレインはこれ無課金キャラね。確定ガチャもらえるやつ。これが封印に10シーン3つに、ウェイ6個に、たこ焼き2個ずつに、4ターンのスキルで無効貫通指2秒を6解除して、水木回復を4個ずつ生成ですね。で、攻撃タイプの全パラが4倍、水かきを4個繋げて消すと2倍、1コンボ加算です。はい。まあ、無課金キャラですからね、これは。最後、貴属性見ていきましょう。貴属性、ジライヤ。これもしかしてジライヤ大量に強化入ってる、これ。はい、ジライヤ、これね、変身しまくるキャラクターですね。正直使ってる人はあんまり見ないので、あんま性能、詳しく見るつもりはないですが、冬無効貫通2つ、7シーン4つで火力が出るようになったんですね。あとは貴属性の金にコンボリーダーですね。金にコンボはちょっと読まなくていいかな。はい。まあ、って感じで、まあ、ロッシュとかも進化してますよ。覚醒は同じですね。はい、全部一緒です。まあ、正直この辺興味ある人少ないと思うので、見たい方は自分で見てもらったらいいかな。はい。まあ、いっぱい変身していくんですよ。こんな感じで。はい。っていう感じです。はい。ってことで、続いて、ジライヤー、別の色形態ですね。バインドスキブ指に、お邪魔完全耐性10シーンに50パー以上4つ持ち、3ターンのスキルで、10ターンの間キドロップがロック状態で落ちてきて、キドロップロックして、で、変換ダブルですね。キド回避を作ります。キド火を作るんですね。はい。まあ、これ使ったことほぼほぼないかな。はい。で、武器です。武器は結構なんか雰囲気が全然違くてびっくりした。はい。追い打ちと毒完全耐性と十字の武器になりました。この覚醒はいいですね。毒耐性と追い打ち持ってんのは結構嬉しいかもしれない。はい。まあね、ジライアはね、結構武器が優秀なキャラクターですからね。はい、続いて、水のジライアでございます。こちら、HP2 倍になりながら無効貫通スキルが7ターンで打てます。2ターンダブル、2ターン無効貫通スキルが7ターンで打てる。で、樹脂2つ、十字2つ、毒完全耐性と。うん。まあ、冬持ってますので、火力も出せますね。はい。で、武器です。この武器は結構使えますね。貴族性追加 7C に、ドラゴンキラーに、チーム HP で同じスキルです。はい。これ、まあ、木のパーティーでたまに使えますね。特にゲルググかなでよく使えるかなと思います。はい。で、続いて。ジライア火ですね。超覚醒、泥強樹脂、無効貫通に冬です。はい。まあ、まあ、いっかって感じですね。まあ、覚醒スキル売り出す気ならちょいいかなって感じ。はい。よし。ってことで、武器です。こちら、貴属性追加に、泥強4つに、L 字2つ。2ターンのスキルで HP50% 減るけど、6解除して、火と回復を3個ずつ生成。え ?6 解除して火と回復を3個ずつ生成って、シャナの劣化バージョンじゃん。はい。です。次、ジライア、みずみずです。みずみずジライア。これはね、結構使いますね。はい。冬持っていて、毒持っていて、50% 以下、5つ持ち。14ターンのスキルで HP1 になるけど、6解除して水花火。ダメージ無効ですね。はい。で、これ武器も使うんですよね。ちなみにリーダースキルも使いますね。全パラ 2.2 倍の水属性、水を6個繋げて消すと半減15倍です。はい。普通にマジで使います。はい。で、武器です。これまた使いますね。水属性追加に50%以下に、スキブに帯じゃないや、バインドですね。14ターンのスキルで HP1 になるけど、6解除花火です。この辺、HP1 になって6解除花火。これ、周回で使いますね。切り身とかです。切り身とか。切り身編成だねっていうか、で使う武器でございます。強くなったんだね。いいと思います。はい。続いて、ジライア光ですね。こちら、冬持っていて、で、指が3秒に冬、ウエハスですね。冬、ウエハス。で、6ターンのスキルで HP5 倍、無効貫通スキルとなっております。はい。ってことで、続いては、はい、こちら。これは光属性追加に、枝豆に、列3つに、悪魔タイプキラーにチーム HP、6ターンのスキルで最大 HP が5倍で無効貫通スキルです。まあ、この武器はまあ、あんま使わないかな。はい、続いて、ジライア闇属性でございます。やっぱ冬持っていて。で、十字キャラクターですね。で、5ターンで HP4 倍になって6解除して闇と回復を変換します。に変換します。はい、で、武器です。こちら闇属性追加、十字神キラーチーム HP ということですね。まあ、悪くはないけど使うことはあんまないかな。って感じです。結構いい強化もらってるキャラもちらほらいましたね。はい、まあ、ということで帰ってまいりました。前線スーパーゴッドフェス開催ということで、こちら、まあ、どっち引くべきかですね、喋っていこうと思います。まあ、今回の、このね、電撃文庫コラボと被ってるのね。はい、電撃文庫コラボ。これね。はい、これと被ってるのは前半だけですね。なので、まあ、ほとんどの人はパティを引くか、それともですね、電撃文庫引くかってことになっております。で、おそらくですが、パティの確率めちゃくちゃ低いです。これ見れないんですよね。
電撃文庫のガチャが終わってからしかパティ の、 あの確率見れないんですけど、めちゃくちゃ低いと思います。なのでほとんどの人はですね、コラボを優先していいと思います。パティ狙っても出ません、無理だと思います。はい、なのでまあね、無料ガチャ一応ね、まあ、パティが出るやつが全部じゃないですけど、まあ、一応5連分ガチャもらえるので、ここでね、はい、まあ、それに望みをかけるのがいいのかなと思いますね。はい、これ確定ガチャはあるのかな、多分ないんだろうね、あんのかな。はい、うん、まあ、まあ、とりあえずですね、はい、結論としてはですね、パティ多分確率がめちゃくちゃ低くて、多分狙っても出ません。しかも1、10個ですから、相当きついと思いますので、ほとんどの人はですね、電撃文庫コラボの方を引いてもらって問題ないと思います。どうしてもね、パティ狙いたいとか、もう魔法石がすぐさまじい量あって、もうどっちに全部、どっちかに全部パスでも、全部パスするって言っても、電撃文庫ね、一回も引いてないんだったら絶対そっちの方がいいので、はい。まあ、どうやってもパティ狙う人は少ないと思います、と。ということで、それが結論でございます。はい。ということで、以上、スーパーゴッドフェスと、まあ、そのね、電撃文庫コラボをどっち引くべきか解説、そして、はい、ガチャが5連もらえますよという話と、能力調整のお話でした。はい。ということで、以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。